皆さん、今日は雨の中お疲れ様でした。私、横浜市の政策局の国際政策室の担当課長をしてます室谷と申します。市長に代わりましてメッセージを読み上げさせていただきます。被爆66年核兵器廃絶2010年平和行進ご参加の皆様、本日は行進お疲れ様でした。皆様の長年にわたる熱心な平和活動に対して改めて敬意を表します。横浜市はピースメッセンジャー都市として海外の諸都市としての交流事業や協力事業を通して国際社会の平和と発展のために積極的に取り組んでおります。また各国の核実験に対して抗議文を送付するなどの活動も行っております。今後も引き続きこれらの活動を通して平和の大切さを世界に発信してまいります。2011年5月12日、横浜市長林久美子、どうもありがとうございました。